つも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるをコンセプトにして食パンのアレンジレシピを配信しています。今日はお餅を使った食パンのアレンジレシピをご紹介したいと思います。私事で大変恐縮なんですけれども、結構お餅が好きで、で家にもいつもストックがあるんですね。で、よく食べるのは、お餅と海苔とあと醤油で、磯辺巻きを作って食べたりするんですけど、この間のふと思ったら、そういえば今までお餅を使った食パンのアレンジレシピをアップしてないなと思って、いろいろ自分の中で試行錯誤をして、レシピを決めますので、そちら、こちらですね、すいません、最後まで、ご視聴いただければと思います。また過去の動画でもですね、アレンジレシピを多数載せておりますので、そちらもぜひご確認してみてください。あとこのチャンネルを立ち上げた経緯とか、あと自己紹介っていうのは別の動画にしております。概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある方は、そちらもぜひ確認してみてください。それでは材料の説明に入りたいと思います。まずですね、今日はこちらの食パン1枚使用します。それとこのお餅ですね、今日は2個使用していきたいと思います。それとこちらのたらこソースですね、たらこパスタとかで作る時に、和えるものですね、こちらは3分の1使用します。それとこちらの、焼き鳥のタレですね、ない場合は焼肉のタレとかで代用していただいて結構です。それと、最後のトッピングでこの刻み海苔使っていきたいと思います。はい、まずはですね、このお餅を、切っていきたいと思います。だいたい6ミリから7ミリぐらいですね、すごい適当で大丈夫です。でこちらをこのようにですね、ちょっと硬いので気をつけていただければと思います。こんな感じで切っていきたいと思います。はい、このように切り終わりました。はい、次にですね、こちらのたらこソースを、食パンの上に塗っていきたいと思います。先ほども言いましたが、だいたい3分の1程度使用してください。でこれを塗り広げていきたいと思います。はい、そうしましたら次に先ほど切った、お餅を乗せていきます。かなりまんべんなく敷き詰めていただいて結構です。はい、こんな感じですね。そしたらこちらを今からトースターでじっくり焼いていきたいと思います。はい、まずはバルミューダに 5cc の水を入れてください。そしたら先ほどパンの上にお餅を並べたものですね、こちらを焼いていきたいと思います。今日はですね、170度のモードで焼いていきたいと思います。お餅が溶けるまで焼いてください。はい、焼き上がりましたので取り出していきます。これぐらいですね、お餅が膨れ上がっていれば大丈夫です。それではですね、最後に焼き鳥のタレをかけます。海苔をトッピングしてください。はい、こちらで完成となります。いかがだったでしょうか。誰でも簡単にすぐ作れますので、ぜひお試しになってください。参考になったよという方はチャンネル登録をお願いします。また今後作ってほしい動画のリクエストなどがあればコメント欄で教えてください。ではまた。